はい、日本健康にする男、小杉龍太です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日のお話は、前回ファスティング中でちょっとフラフラしてしまったりだとか、調子が悪くなっちゃった方っていうのがおられましたので、それはタンパク質不足だったりとか鉄分っていうものが少なくなりすぎてしまって、それによってですね、体調不良を起こしてしまったんじゃないかなっていうところをお話しさせていただきました。結構ファスティング関係じゃなくても、単純に貧血だったりとか鉄分不足によって体調不良っていうのを起こしてしまう方っていうのは、特に女性ですね、ものすごく多いので、そういった方に対してですね、どんなことをしていかなきゃいけないかっていうところを今日お話ししていこうと思います。鉄分すごく体に大切なものになってて、鉄分がないとうまく血液で酸素を運んでくれなくなったりしてしまいますので、そうなってくると体がフラフラしたりとか、筋肉がカチカチになってしまったり、痛みにも関わってきます。そういったのを防ぐために鉄分っていうのは上手に摂っていただきたいんですけれども、鉄分っていうのを抑えていくところで、抑えていくときに大事なのは、いろいろ鉄分にも種類があるっていうことを抑えておいてください。で、あなたがどんな鉄分を取らなきゃいけないかっていうところも、ここで、しっかり学んでいただければと思います。鉄分にはいくつか種類があります。ヘム鉄、非ヘム鉄、そしてキレート鉄っていうのがあります。ヘム鉄って言われるのは、動物性のものですね。お肉だったりお魚、まあ、特に有名なのはレバーとかですね。鉄分はレバーが多いですよってよく言われますが、ヘム鉄は、そういった動物性のものだと思っていただくといいかなと思います。動物性のもの。非ヘム鉄は、そうではない植物性のものですね。植物性のもので、これがどう分けられていて、何のために分けられているかというと、吸収率が違います。体の中に入ってくる吸収率が違ってきます。吸収ですね、結局食べても体の中に吸収されなければあまり意味がないので、吸収率が高いものを選ぶべきです。吸収率が高いのはヘム鉄の方が体の中に吸収されやすいというふうに言われてます。非ヘム鉄はどっちかというと、吸収されにくいっていうところですね。なので、よくこういった鉄分を取るときはヘム鉄を取っていきましょうっていうふうに言われることも多いですが、もっといいものはこのキレート鉄です。キレート鉄、キレート鉄って言われるものがあります。キレートってどういう意味かっていうと、挟まれるとかっていう意味ですね。カニの爪から来てます。カニの爪から語源が来てますが、例えば鉄って言われるものの物質がこういう分子がここにあったとしたら、キレート鉄はどうなっているかというと、これをカニのハサミみたいにですね、私絵が壊滅的に下手なのであれですけれども、こんな感じでうまく挟み込まれてます。これが青いのが何かっていうと、アミノ酸って言われるやつですね。アミノ酸って言われるやつ、顔でもつけてみましょうか。アミノ酸、そう、こんな形で、鉄分の原子、こういうすっごいちっちゃい塊になってますが、それをアミノ酸って言われるタンパク質のすっごいちっちゃくなったやつだと思ってください。そういったものでキュッと挟まれているのがキレート鉄っていうふうに言います。キレートされている状態ですね。こういったものの方が、ヘム鉄よりも非ヘム鉄よりももっともっと吸収率が高い、吸収率が高いので、取るのであればこのキレート鉄っていうのをサプリメントからでもいいですから、サプリメントから取っていただくといいかなと思います。ただ注意点があります。吸収率がすごく高いので取りすぎてしまうと、鉄分が過剰になってしまって、それはそれで、すごく体に不調をきたしてしまいますし、前回お話しした方のようにタンパク質が普段から少ない方、は急にこんなキレート鉄だったりものっていうものを取ってしまう と、体の中で処理しきれなくなってしまって、過剰になってしまいますので、まずは順番としては1、タンパク質です。やっぱりタンパク質を増やしていくこと、こ
これが一番、最初にまずしっかりとタンパク質が食べれるような体を作ってください。最初は大豆だったりとかお豆腐、そういったものでもいいですから、少しずつ慣れさせていって、慣れてきたらお肉類、お魚類しっかりとっていって、このタンパク質をまずは増やしてください。それから2番、このキレート鉄っていうのをサプリメントからでも容量を守ってしっかりとっていただくといいかなと思います。おすすめのサプリメントは海外のものでいいです。アイハーブって言われるものがいいかなと思います。いろいろ調べてみましたが、それが結構体には良さそうなので、そんなに高い値段はしませんから、それを手に入れていただくといいかなと思います。だいたい1000円ぐらい経ったかなと思います。1ヶ月ぐらい持ちますので、それで、鉄分っていうのを補って、フラフラしたりとか調子が悪くなっちゃったり、あとは筋肉を硬くしてしまったりっていうこともないような状態、そういったものは栄養失調に近いので、栄養不足からそれが起こってますから、それをしっかり補ってあげれば、そういった症状もなくなっていきますので、ぜひそんな感じで、試してみていただくといいかなと思います。下にですね、サプリメントのおすすめの部分ところはお伝えしていきますので、そこから入手していただくといいかなと思います。また分かんないことあればご質問いただければと思います。本日の動画は以上です。本日も動画をいただきありがとうございました。